これからコロナの除湿機、一番新しいタイプの除湿機の掃除の仕方を説明いたします。まずこのようにカバーを取りましたら、このように除湿機の中は2枚の構造で、ここは熱を、放熱じゃなくて熱を取るところですので、ここでコンデンセーションをやる、水分を空気中から取ります。そして、この中ですけども、この中の間が外れやすいようになってますので、完璧に外しますと、この完璧にこのところを外しますとパイプに傷つけますので、歯ブラシを持ってきてですね、歯ブラシでこの中を掃除いたします。歯ブラシはですね、このような歯ブラシ、普通の通常の歯ブラシで結構ですので、反対側の方、向こうのパイプのつながっているとこは動かさないで、この反対側の方から入れます。ちょっと 手が3本ないので苦労しますけども、カメラを持ってますので、これをこのように上に上げて行き、こちらの方から奥にやります。向こうからやりますと、この向こうからやりますとこのパイプを無理やり曲げますので、パイプからガスが抜ける可能性が十二分ありますので、必ずこちら側からこのようにしてください。もちろんここの部分もこのようにいたします。で、このようにゴミがたまりますので、できれば歯ブラシをいっぺんに3本ぐらい用意して、すいません、うちの子猫が邪魔しちゃってるんで、おい、君は、これを歯ブラシ3本あれば十分に早めに取れますので、そしてこの歯ブラシをこのように水につけておいて洗います。で、またこのようにやるということですね。で、このようにやりますと、当然この下の方も、この下の方も取れるようになりますので、このようにやります。子猫ちゃん、7週目の猫がうろちょろしてまして、ビスとかいろいろこのように邪魔してきますけどで、このように全部取りましたら組み立てます。組み立てる作業をちょっと手かって分からないな。組み立てる作業を説明いたしますと、バラす作業と似てきますので、このように入れましたら上から押さえます。で、押さえましたら、ここにあるさっき外しましたカバーと、からこの手前からこのようにもう一つのものも取り寄せます。で、この時に一番大事なのは、まずこれをつける前にですね、逆に取り外すといえば、外した時にこのネジとこのネジとこのネジとこのネジ、それから内側のこのネジとこのネジ、遠くから見ると分かりますけども、全部で1、2、3、4、5、6本、6本を最初外します。で、外しますとここにカバーがついてますが、このカバーはこのように接続部分がコネクターで外れるようになってますから、まずコネクターを外す前にここにネジがついております。今説明します。おー、
で、このネジを今逆でやってますから、まず組み立てる場合は最後に取った ネジを最初に取り付けます。これはバラすときには、あれ、スクリュードライバーどこ行ったかな、スクリュードライバーはない、バラすときにはですね、ちょっと待ってくださいね、スクリュードライバーはどっか、あったあったあった、組み立てるときは最後に外したネジ、これはバラすときには最後に外します。このように入れます。で、これは組み立てる、バラすときと逆の方向でやってますので、すいません、カメラが一定しないんで iPad でやってますから、この中にこれを差し込みます。うわー、3本切らない、iPad をこのとこ置いといてきます。こう入れてですね、これを組み立てますが、下の部分を入れながら間に擦るようにして、ここが一番トリッキーです、一番難しいところで、ここを何回も失敗してやり直してましたけども、慣れると大体一発でこのように入ります。このようにしましたら、このネジと、それからここに用意してますこのネジですね、このネジ、そしてこの iPad が映ってない可能性がありますので、下の方のネジとこのネジ、つまりこことここと、これ黄色いところで示しますね、こことここと、こことここ、あとここ、ここ、いわゆる6箇所を全部6箇所を締めればきれいに入っていきます。猫がいる関係上家の中めちゃめちゃになっておりますけれども、子猫ちゃんがあちこち髪を散らかしておりますが、まあ、プレイランドとなってますけど、で、このトリッキーなのはこれです。これをつけますといいんですけども、外す場合、今やってみましょうか、外す場合はですね、ネジを全部取ったとしますね、ネジを全部取ったとします、全部取ったとします、ここの全部ネジ取ってから、ここの一番奥のこのネジは取らないでくださいね、これは取らないで、ここを取ります。このとこと、こ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 こ6箇所です。で、6箇所を取るときに両手で、ちょっと今片手しかないので、ちょっと画面が、これを引っ張るように取るんですけども、引っ張るように取るときに、ちょっとまた iPad をここに置いて、映ってるかどうか分かりませんが、いてててててて、
iPad を今そこに置きました。これを引っ張るように取ります。この場合あくまでもこれを白い大きい枠を手前に引っ張って行きながらこの操作盤のあるついてるパネルを剥がしますが、これがね慣れないと剥がすのが一番難しい。組み立てる方は簡単ですけども、ネジがまた取れてない。このネジが取れないと外れないと、ね、これ外れないと取れない。そうしましたらこれを外します。でこのネジはまだついてますから、このように外します。慣れれば、ものの20分でバラしてから組み立ては、掃除も入れて20分以内で完璧にできます。こういうことですね。映ってればいいんですけども、映ってるように希望してます。以上、この除湿機の掃除の仕方を説明いたします。